暗くなるのが早くなったな。いやいや、ネガティブは禁止。もっとポジティブに考えないと。頼むから繋がってくれ。父ちゃん、今どこだい？チューリングを見失ってイージンに戻ってきたところだ。そうか、本当に無事でよかった。全然連絡がつかなかったから、てっきり何かあったのかと。詳しいことは司法院に戻り次第説明する。無論エンジンのことも把握している。エンジンが停止するなんて、あれが稼働して以来初めてのことだからね。街はもう大パニックになってるよ。まさかとは思うが、おまんとうちゃんの剣能に何か。そちらは問題ない。それにあれさえうまくいけば、このような事故も今夜が最後になるだろう。あれ、一体何を。もしかして猛将に頼んでたやつが見つかったとか。残念だが、それはまだだ。でも今朝は安定させる方法なんてないって。ああ、だが方法がなくてもやるしかあるまい。周藩の民衆は司法院を待っているのだ。ならば私が諦めれば、そこで全てが終わってしまうからな。言ってることはわかるよ。だけど方法がないならどうするのさ。異質除核を使う。セフィラコアに変えて、それをエンジンの心臓にする。そうは言っても、いや、説明はいい。技術についてはさっぱりだが、セフィラコアについては多少なりとも分かってるつもりだ。とはいえ、セフィラコアはセフィラゾーンのコアだよ。異質除核にその代わりが務まるのか。私は食と猛暑を信じると決めたからな。それじゃあもう一つ、おまんとうちゃんはちゃんと戻ってくるよね。適当だね。そうではない。ただその話をするにはまだ早すぎるのだ。そうだったね。結果も出ていないうちからこんな話はすべきじゃなかった。でもおまんとうちゃんは一人じゃない。それだけは忘れないでくれ。ああ、天禄貿易にはこれからも世話になる。もちろんさ、ウィンウィンの関係が続く限り必ず力になると約束しよう。まあ多少の不利益があったとか
ところで我が輩たちと司法院の関係は揺らいだりしないだろうがね。おまんとうちゃん、お別れは言わないよ。また後で。彼女は必ず帰ってくるんだから。今さらかしこまるような間柄でもないし、安い茶葉でも文句は言わないだろう。社長、司法院からの緊急連絡です。わかった、今行く。戦い続ける日々に終わりはあるのだ。痕跡としてはどれも微弱だが、この力なぜだか懐かしく感じてもらう。一体どこへ逃げるつもりだ。あなたは何者なのか。行く、慎重に。どうぞ。はっ、行く。すべての敵、ここに集わん。どうぞ。焼酎で踊れ。私に続け。天地の境なく、いい
陽の若者アド。それ行くぞ。どうぞ。慎重に今日生かすことを極め、生を守ることを厚し行くぞ。勢いを止めるよ。全てのここに集わ、天地の境なく陰陽の若者ある。行くぞ。今日生かすことを極め、生を守ることを厚し、慎重に。行くぞ。どうぞ。行く。私に続く。天地の境なく陰陽の若者。どうぞ。はっ。掌中で踊れ。受けよ。視界百戦の安穏を願う。これはまた奇妙な能力だな。空間を歪める能力か、それとももっと単純な。それじゃあもう一つ、おまんとうちゃんはちゃんと戻ってくるよね。城郭の調整ならもうすぐ完了します。あと少しだけお待ちください。ただ第2案として、今からでも別のエンジンを用意するというのは。いや、事態はすでに逼迫している。当初の予定通り行こう。まあ、ですよね。けど成功率はせいぜい7割ってところなのと、もう一つ大きな懸念事項がありまして、セフィラコアは先生の権能で封印されている状態にあります。だからもし天通エンジンに使うとなると、先生のご負担はさらに増すんじゃ。そればかりはやむを得ない。そうですか。先生が決めたことなら説は何も言いません。しかしそうなるとオーディン殿には何と。私が直接説明しよう。まあそうなりますよね。それじゃ調整が終わり次第、説は天通エンジンへと向かいます。
先日皆で食事をした夜、あのあと私とベルダンディはここで少し話すことになってな。それは把握している。問題は何を話したかだ。何を？彼女は未だ自らのなすべき答えを得られていなかった。そしてあなたも彼女を導くことはなかったという話だ。ふん。だが君も知っているはずだ。私がエーテルゲイザーを設立した目的は、ただ皆に自由に生きるという選択肢を与えるためなんだ。けれどあの二人は良くも悪くも真面目だからね。時々真剣に考えすぎてしまうのさ。正直言うと私としては少し窮屈に感じることもあるが、例えばあの夕食の席でだって彼らの目がなければ、猛将になぜ余人を見せたとその場で君に問い詰めていただろう。それはやはり私を信用していないということか。君を信用しているよ。だが君のやり方はあまり信用していない。正直に教えてくれ。君は今何をしようとしているんだ。余人ならば異質女郭の演算力を賄える。それゆえ女郭とセフィラコアを置き換え、セフィラコアそのものは神殿に戻す。敵が動き始めた以上、これこそ天通エンジンとセフィラコア、そのいずれをも守る唯一の方法だとあなたにも理解できるはずだ。それで？それで？私をごまかせると思うのよ。君が余人をどうしようとそんなのはどうでもいい。今聞いているのは君自身のことだ。そうか。今度は何を見たのか。モディファイアオリジン同士は剣能で互いに干渉できない。だから私は長い時間をかけ何度も何度も見てきたんだ。どうすれば最悪の結果を回避できるのか。しかし何度試しても結果は同じだった。やはり見えなかったんだよ、君の未来だけは。